セーラー・ジェリーはアメリカ合衆国の私生子、オールドスクールの党とも称される。本名、ノーマン・キース・コリンズ。セーラー・ジェリーは10代の時からアメリカンドリームを求めてさまようバックパッカーであった。小銭を稼ぐために黒インクと針だけで彫るタトゥーの技法を取得。その後、シカゴにたどり着き、有名な彫り師に弟子入りして機器の使い方を学んだ。また、 アメリカ海軍に入隊。ホノルルに招集され、第二次世界大戦を経験する。海軍を退役した後は、ホノルルに居住し、兵士安い兵たちに入れ墨を掘ったことで有名となった。彼は、自分の作品のコピーを、大変嫌い。少しでもそれらがあった場合、自分が掘ることを拒んだ。ザウの名は、アイハブントダ m マイ、ベストイエット、オン y m マイ、ベストソ o ファーであった。 晩年は、ラジオ番組を持ったり、ジャズバンドを組んででツアーを行ったりと、マルチな面を発揮。最後は、心臓発作で亡くなった。セーラージェリーが好んで飲んでいたと言われる、スパイストラムを、セーラージェリーと名付けて、ウィリアム・グラントサンズが販売した。ありがとうございます。